アイドルガールズバンドのゾーンは解散や再結成が繰り返しましたが、その裏側のメンバーや事務所によるドロドロ劇の真相に迫るとともに、メンバーの現在について調査しました。2001年にメジャーデビューを果たしたガールズバンドゾーンはシングル曲シークレットベース君がくれたものは約70万枚を売り上げる大ヒットを記録します。この曲で一気に知名度が上がり、人気絶頂になっていったにもかかわらず、わずか4年で解散を発表しました。その後、数名のメンバーを除いて再結成や再活動を行いますが、その華々しい舞台裏で実際に行われていたことを元メンバーの証言などを交えながら追いかけていきます。98年、北海道札幌市にある芸能養成スクールスタジオランタイムにて、高代さんを中心とした8人編成のダンス&ボーカルグループとし、ゾーンが結成されます。この当時、超ヒットメーカーの小室哲哉さんをプロデュース陣に加えてメジャーデビューさせる企画が立ち上がりましたが、立ち消えになりました。ちょうどこの頃、同じくガールズグループとして活動していたホワイトベリーは、もともと小学生時代から一緒に活動していた地元のバンド仲間だったのに対し、ゾーンは所属事務所による選抜ユニットでした。その後メンバーは4人編成となり、インディーズデビューを果たします。この当時、メンバー最年少で、ボーカルのみゆさんは、小学6年生でまだランドセルを背負っている時でした。この頃に制作されたミュージックビデオの中で、弾けない楽器を小道具として振り回すパフォーマンスが撮影されました。これをヒントに、バンドスタイルのアイドル、いわゆるバンドルとして売り出そうというアイデアが出てきます。しかしメンバーには楽器経験はありませんでした。2001年ソニーレコードからのシングル、グッドデイズでついにメジャーデビューを果たしました。これを機に、所属事務所、ランタイムの方針により、グループをバンドスタイルのアイドルに方向転換し、デビューしてしばらくは、エアギターやエアベースの、いわゆるエアバンドとして活動していくことになりましたが、肝心のメンバー自身は、全然乗り気ではなかったといいます。デビューシングルはオリコン最高、20位、セカンドシングルは、33位と、伸び悩みます。そして3枚目のシングル、シークレットベース、君がくれたもの以降は、実際に楽器を生演奏するようになっていきます。こうして発売されたこの曲は、TBS ドラマ、キッズ O3 の主題歌になったこともあって、オリコンチャート最高2位を獲得し、約70万枚を売り上げる大ヒットとなりました。その後もコンスタントにシングル、アルバムをリリースしていき、すべてをトップ10位以内にランクインさせます。シングルランキング、2位獲得が2曲、3位獲得が6曲、アルバム2枚は2位と3位を獲得するなど、好調なセールスを維持していました。そして、歌手としては夢の番組、NHK 紅白歌合戦への出演が決定します。そんな中、グループ内に、今後の活動に強い影響を及ぼすような出来事が起ころうとしていました。メンバーの中で最年長だった高代さんが、短期大学進学を理由に、2003年の NHK 紅白歌合戦の出演を最後に脱退することになりました。そこで翌年には、メンバー1名を補充するため、ともかさんが新加入することとなりました。しかしその直後、メンバーのみずほさんも脱退を表明します。理由はこうでした。春に高校卒業を控え、今までの10代での経験を振り返りつつ、見つめ直し、これからの自分の未来を考える時間を持ちたい、そんな理由でした。さてそんなことで、残った3名のメンバーは当初、活動を継続する予定でしたが、通算15枚目のシングル、笑顔日よりのジャケット撮影時に、メンバーの間でこんな結論に至ります。みずほのいない3人のゾーンはゾーンではない。そんな思いを理由に、シングル発売直後の日本武道館での公演をもって、ゾーンはついに解散ということが決定し、約4年間の活動に終止符を打つこととなりました。解散直後にリリースされたベストアルバムは、なんとオリコンチャート1位を獲得し、グループ全盛期の中解散していったことがうかがえます。NHK 紅白歌合戦出場3回のうち2回で披露されたほか、2005年4月1日、日本武道館から解散コンサートの模様、ミュージックステーションで全国生中継された際にも、この曲が演奏されました。この当時のことについて、メンバーが語った証言を見ながら検証していこうと思います。当時人気絶頂で全盛期だったゾーンのメンバーは、まだ中学や高校に通いながら芸能活動をして、その当時のことを、メンバーの舞子さんが次のように語っています。やがてメンバーの一人が専門学校に行きたいと言い出しました。最年長の高代さんでした。すると、所属事務所からの対応はこうでした。学校に行くか、音楽を続けるか、どっちか選びなさい。そう言われたと
舞子さんは言います。つまり高校を卒業後は学生をしながらの芸能活動は許可しませんということを意味していました。翌年、新メンバーの友香さんが加入した後もこれと同じ決断を迫られた3人のうち、ドラムの水穂さんだけが進学を選択したということでした。水穂さんはこの前年、あるインタビュー内でゾーンとして自作楽曲を自ら作りたいというバンドの展望を語っていました。しかしツアーが終了した後から急にゾーンに姿を見せなくなり、年末の事務所ライブにも水穂さん一人だけ出演しなくなりました。この半年近くの空白期間を経て解散へと進んでいきました。このようにメンバーの進学か否かの決断が解散に至ったきっかけだったと舞子さんが明かしました。一方、新加入のメンバー友香さんが言うには、この時進学しないと決断したにもかかわらず、結果的に急に解散することになってしまって困ったと後に再結成した時に言っていたようです。新加入した友香さんは実はゾーンのインディーズデビューの最終候補の5人の中に入っていたメンバーだったのです。デビューメンバーから外れたものの、所属事務所が運営する芸能スクールランタイムに所属する女子生徒10人で結成されたユニットのメンバーとして芸能活動を行っており、ソロでもアーティストとして活動していました。2004年に高代さんの後任として新加入し、2005年に解散した後はソロ活動を再開し、2011年の再結成後はゾーンの一員として活動を続けました。脱退後の高代さんはソロ活動を開始しましたが、2008年に開催されたライブが最後のライブとなっており、活動期間1年で地元に戻りました。地元ではゾーンの元メンバー水穂さんとユニットゴシックガールを結成して音楽活動もしていたようですが、現在は活動を終了しています。現在の高代さんについてはブログはすべて閉鎖、 SNS もやっておらず消息不明となっていて、現在は一般人として生活していると推測されます。さて、ゾーン解散後の元メンバーはここでソロ活動を行っていきます。そんな中、2008年ガールズロックバンドの翔也が主催する女性だけのロックイベント、ナオンのヤオンが日比谷野外大音楽堂で開催されました。そこではゾーンの元メンバーボーカルのミユさん、ベースの舞子さんに元プリンセスプリンセスの富田京子さんと渡辺敦子さんを加えたイベント限定の特別バンド、その名もゾンプリを結成し、イベントを盛り上げました。またこの年、別のイベントでは解散当時のメンバー3人が集まり、3年7ヶ月ぶりに曲を披露し、一夜限りの再結成を果たしました。その後、時は流れて数年が経った2011年、グループ結成の地元北海道で、当時まだ芸能界に在籍していた解散当時のメンバーの3名で単独ライブを決行します。この時、3人は実はドラムの水穂さんにも再結成の参加を打診したのですが、水穂さんはすでに結婚していて子供さんがいることと、もうドラムも叩けないという理由で不参加を伝えたといいます。水穂さんは2008年7月高代さんの表参道でのライブにゲストとして出演し、約3年4ヶ月ぶりにファンの前に姿を現して高代さんと2人で書いた曲を披露したり、高代さんと共に時折エコ活動などをしたり、高代さんの旧ブログに何度か登場したりしていましたが、2009年にそのブログが閉鎖されたため、その後は消息不明です。この直後、グループ最大のヒット曲シークレットベース君がくれたものの歌詞の中に出てくる10年後の8月また会えることを信じてというフレーズ通り、この曲の発売からちょうど10年後にあたる2011年8月に、同じくメンバーの3名で東日本大震災の復興支援を目的として期間限定で再結成することが決定しました。8月に開催されたこの単発イベント内では、再結成の活動期間を年内いっぱいまで延期し、12月にもイベントを開催することを発表します。そしてこのタイミングでリリースされたトリビュートアルバムがオリコンチャートで5位を獲得し、世間の注目を集めます。しかしその直後、問題が起こってしまうのです。メンバーの友香さんが体調不良を理由にグループを脱退するというニュースが流れます。したがってゾーンはミユさんと舞子さんの2人体制で活動していくことになりました。そして当日イベントに出演した2人は、新たに翌年以降もゾーンとして活動を継続していくことを発表したのでした。メンバーの数は減りましたが、ゾーンとして活動を再開した2人はシングルをリリースします。結成当時の全盛期ほどのセールスには至らないまでも、オリコンシングルチャート18位を獲得します。順調な再スタートを切って活動を始めたゾーンでしたが、
そこから約1年後の2013年、所属事務所からこのような発表がなされます。メンバーのみゆさんに関することで、著しい不品行を及び、たびたびの業務不履行などを理由に、みゆさんが事務所を解雇されたというのです。これを受けて、4月に予定されていたゾーンのファイナルイベントは、最後に残ったメンバー、舞子さんが、たった一人でイベントに出演し、なんとか開催されました。これで、ゾーンの活動は終了ということになりました。この再結成の当時のことを振り返って、レース担当メンバーの舞子さんがこう語っています。3人で結成しようか、となって、再びゾーンが復活しましたが、また一人体調不良とかで抜けてしまって、2人になっちゃったんですよ、デュオになっちゃって。もう一人もいなくなっちゃって、行方不明ではないけど、なんかいなくなっちゃって、そのメンバーと、脱退についての話し合いはしていないんですよ。ライブの練習をしていたんですけど、何も言わず急に来なくなってしまって、それが毎日続いて、ライブの前日に事務所から、みゆはもう来ないわ、って言われて。結局、翌日のライブは一人でやりました。本当に死にそうになって、だって私はメインボーカルでもないし、ベーシストで、と語り、まさかのボーカルとギターが2人とも脱退し、気がつけばベースの舞子さん1人になって、ファンの前で1人でライブを行った苦労を語りました。さてそこで、何も言わずに練習に来なくなったみゆさんについてはどうだったのでしょうか。ボーカルのみゆさんについては、この頃の所属事務所の発表によると、著しい不品行を及び、たびたびの業務不履行や生活不良を理由に、契約を解除したとありますが、本当にそうだったのでしょうか。噂では、ボーカルのみゆさんは、ゾーンがブレイクした当初から、態度はひどく、気に入らないことがあると勝手に帰ってしまったり、年上の共演者に対して腹を立てて、食ってかかったり、さらには、ライブやイベントを無断で欠席してしまったり、一部では、薬物疑惑や暴力団との関わりの噂まで出てしまい、事務所による指導、説得を繰り返していきましたが、全く改善されず、さらには本人とも連絡がつかないため、このような契約解除の文書を事務所が郵送で送りつける形が取られたとも言います。この文書の最後の言葉は、今後、永瀬美優、個人の言動行動に関しては一切関係ないです。と、美優さんとの根っからの関わりを拒否するような内容が書かれていたといいます。しかし、美優さん側からのコメントは発表されておらず、真相は迷宮入りしています。そんな哀れな解散劇があったゾーンですが、インタビューで語ってくれたベースの舞子さんは現在、北海道札幌でヨガのインストラクターをされていて、そのヨガ教室には全国からゾーンのファンが押し寄せてきて大人気だそうです。バンドマンの旦那さんと息子さんと3人で幸せな家庭を築いているとのことです。ご視聴ありがとうございました。少しでも楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。